柳谷古福は、東京の落語家の名跡。現在は秋名跡。五代目、柳谷古福は、群馬県高崎市や中町出身の落語家。落語芸術協会所属。出林は、春雨の送り。または、ああ、それなのに。本名、荒井純一。中学時代に落語に興味を持つ。1994年5月、桐生第一高校卒業後、七代目。 立川男子に入門。前座名、志、平。2001年、上納金の元金は納めたものの、罰金3倍付の2倍分が払えなかったため、男子から破門される。その後、十代目、桂文治門下に移籍、前助に改名。2004年、文治没後、兄弟子二代目、柳屋福丸預かり弟子になる。2005年2月、二つ目に昇進し、師匠、 福丸の全名五代目、古福を襲名する。2014年5月、同名のまま新内昇進。2018年1月5日のお江戸広工事邸での講座を最後にインフルエンザが悪化し、同月9日に都内の病院に緊急搬送、同月12日15時50分、肺炎のため死去。42歳ボーツ。葬儀、告別式は21日に、 町屋祭場で営まれた。1月24日に、お江戸日本橋邸で開催予定だった、古福前進の会は、旧制を受け公演タイトルはそのまま、追悼公演として内容を変更して開催された。夫人は、元落語家の春風帝子町。ありがとうございます。